それでは今日は最後にこの十進表記から二進表記へ直す計算の例題を取り扱います。で、今回の例題はですね、-91.1、 これは十進数ですね。これを二進数で表記しなさいというものです。で、一応いくつか条件がありまして、まず小数は以下の通りに表すことにします。有理数は有限の小数か循環小数で表すと。それから、もし無理数が出てきたら、小数第9位で0者1入しなさいと。どういうことかというと、小数第9位が0だったら、小数第8を0にするし、そのままだし、小数第9位が1だったらば、小数第8位に1を加えるという意味ですね。だから、十進数の四捨五入と同じ意味の計算です。それから今回、負の数を扱っておりますので、負の数は整数部8桁の2の歩数で表すことにします。2の歩数をもう一回復習しておいてください。で、実は91.1 の計算なんですが、今日の授業に出た例題でですね、いくつか準備はできております。まず、+91 の十進表記を二進表記に直すと、このような表記になるというのは、先ほどのホーナー法のところで、出しました。それから 0.1 の十進表記ですけれども、これは10分の1の二進表記ですね。これは先ほど行いましたね。このような形で、表せることが分かっております。ということで、その負の数をの二進数表記をする前に、まず正の数を二進数で表しておきます。すなわち、91.1 という十進数を二進数で書いて表記しますと、整数と小数の部分を合わせて、このような形で表されるわけですね。で、今回、その上位の桁に0を持ってきたのは、2の歩数を使うためで、一応、今回はその2の歩数を十進8桁で扱うということになっておりますので、上位桁がない場合にも、0を使って表しておきます。で、これに基づいて、-91.1 を2の歩数を用いた二進数で表しますと、2の歩数の時の求め方はどうだったかっていうと、各桁の、0と1を全部で反転させているんですね。そうすると、このような形になって、これが、-91.1 の、今回の条件下での、その二進表記ということになります。で、一点注意点なんですが、循環小数の2の歩数表示の際には、ちょっと気をつけてくださいねっていうことで、以前、この整数の2の歩数の表記をやった際に、求めた際に、その全部の桁を反転させてから1を加えるということをやりましたが、循環小数のに対して、その2の歩数で負の値を数を求めるときには、全部の桁を反転させるだけで、末尾の桁に1を加えるということは行いませんので、そこにを注意してください。で、その、理由ですけれども、次のような形で書きました。これは91.1とですね、それから -91.1 の和を取ったものなんですが、本来ですと、この2つの二進表記の和がちょうど0になればいいわけですね。で、循環小数の部分っていうのは、これ、符号を反転した部分を全部加えますと、これ、1がずらーっと無限にこう小数桁に続くことになりまして、これ実は初項が2分の1、後比が2分の1の等比級数ですので、この部分はちょうど1に、和が1になります。ということで、これが繰り上げられて、あとこちらが符号が全部変わって、反転してますから、これは全部繰り上げられることで、結局、最後にこの桁が繰り上げられて、0が導かれるということになります。ですので、循環小数を2の歩数で負の数にするときには、その整数のときにやっていたような、一番下の桁に1を加えるという操作はいらないという点に注意しておいてください。
ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今回の授業のまとめです。今回は、コーナー法による一変数多項式の評価を行いました。そして、コーナー法のアルゴリズムと計算量について、説明を行いました。なお、計算量はこれから皆さんに導入してもらうことになっております。で、コーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数分数の二進十進変換について扱いました。で、次回の内容ですけれども、次回は、多項式や多倍調整数の乗算について扱います。それからあと多項式の乗与付き乗算について扱います。で、これはそれぞれテキストの第 2.3 節、2.4 節ですので、必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で今回の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。